在したきっかけは、中学1年の時、東日本大震災で活躍する自衛官をテレビで見て憧れを持ったのがきっかけです。特に学校のグラウンドにヘリコプターで着陸して被災者の方々に物資や食料を届けている姿には強い憧れを持ったのを覚えています。現在は後ろにある哨戒ヘリコプターの航空士として多岐にわたる任務に対応するため日々の訓練に励んでいます。厳しい訓練もありますが、メリハリがあってアットホームな職場なので充実した日々を送れています。フライト中はこの輸送席で航空士として様々な任務に対応しています。私はまだ入隊して5年の未熟者ですが、国防の最前線での任務は大きなやりがいと達成感があります。また水平線から昇る朝日や澄んだ空気の星空は会場を職場とする私たちが味わえる特別な経験で、みんなとは違うことや経験をしてみたいという人にはぴったりな仕事だと思います。